おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は9月の24日火曜日で相対がこちら。警戒高める。 9月の欧米景気ほぼすべて予想割れということで話をさせてください。これはですね、PMI という重要度は中なんですけど、経済指標がヨーロッパでもアメリカでも発表はされまして、そのすべてで市場が割れてきたということだったんで、市場の反応がどんな感じだったかっていうところと、連休明けの日本株は日経先物の,の値どう変わったのかっていうところを見ていきたいなというふうに思っております。今日も最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず 毎朝7時目標で更新をしておりますなるべく耳で聞いてもわかるような形でなるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます毎朝7時更新の毎日チャート分析チャンネルチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたしますそれでは早速見ていきたいと思うんですがまず日本株なんですが9月20日となっておりますので月曜日ね振替休日のため休場だったんですねですから金曜日の値こんな感じだったっていうのを覚えておいてくださいアメリカ株チェックしていきましょう3時40分時点ですが小幅に主要指数上昇している といいう状況でございます。ヨーロッパ株に関しましてもどちらかというと上昇している小幅なんですけども上昇しているものが目立つという感じですね業種別のヒートマップ見ていただいてもセクター別で S&P500 は2業種のみが下げているという形ですナスタックはだいたい半々ぐらいといった形ですかねでダウンもほぼ半々ぐらいでインテルとか結構買われている感じがしますナスタック100見ましてもテスラの上昇目立ちますけどもこっちは主力株マイナスの方がどちらかというと目立つかなといった印象でございます 日経先物ですが381円 CME でプラスなんですねってことは多分五500円以上上がってくるという計算にはなると思います後ほどもう少し詳しく見ていきましょう為替が143円の31銭原油が70.43ビックス15.93長期金利は3.737ラッセルは小幅にマイナスソックスは小幅にプラスといった印象です今朝の暗号資産に関しましてはイーサリアムはプラス他はマイナスという印象でございます それでは見ていきましょう PMI がほぼすべて市場予想を割れる市場の反応と連休明けの日本株どうなりそうか見ていきたいと思いますまずはいつも通りなんですがアメリカ株が始まった後の日経新聞確認させてくださいなおが独身で始まった理由ですがアメリカ経済の軟着陸期待高値警戒感は主にということですずっとこの材料で動いていると思います今はソフトランディングできるとの見方が相場を支えている一方で 高値圏にいるので利益確定の売りも出やすいということです。今日、要人発言が非常に多かったんですが、ここでは、ボスティック総裁とかカシ借カリ総裁などの雇用情勢に配慮する姿勢とともにアメリカ景気交代は回避できるとの見解を示したということですから、まあ、ソフトランディング期待を後押しする内容だったってことですよね。個別銘柄ではそれぞれいろいろ動いてると思うんですけども、一番下にね、25日に市販機決算発表を控える中、アナリストが買いを維持したマイクロンテクノロジーが高いと。 いいう,うに書いてありますその辺がソックス指数プラスの要因なのかなというふうに思いますがソックス自体もちょっとまだ小幅な動きなのかなと思いますね。 はい、こちらが経済指標になっていて PMI が各国で発表になっております。で、予想を下回ったものに赤い塗りつぶしをしてるんですけども、まあ、唯一アメリカのサービス部門 PMI だけは予想を若干超えたんですが、それ以外は予想を下回っているということになっています。で、気になったところを2つチェックしたいなと思ったんですけど、まずフランスのサービス部門 PMI ですね。サービス部門 PMI に関しましては、各国で基本的に50を超えているんですけども、 フランスは今回52.5の予想から48.3まで落ちたんですよねこれって縮小圏まで落ちてしまったってことになるのでまさすがにネガティブサプライズと見ておいてもいいのかなというふうには思ったんですね PMI っていうのがもともとアンケートデータで先行性がありますよっていうのを昨日もお伝えしていたんですけどもこれが 16時15分に発表になってまして、16時15分のフランスカック青い線ですね。反応的には下に反応してるんですが、まあ、その後はほぼ横ばい圏なんで、まあ、そこまで意識はされなかった。むしろヨーロッパから見ますと、 景気がちょっと抑えられるぐらいが、まあ、利下げが継続できる根拠になりえるみたいなところはもしかしたらあるのかもしれないなと思ったんですがここまで市場予想とずれるっていうのはちょっと予想自体が楽観的に傾いてるんじゃないかなって感覚は持ちましたでアメリカなんですけどアメリカで気になったのは製造業の PMI ですよね 48.5予想で4747 47というのは前回も割れる予想っていうので、まあ、前回も予想も割れるっていうのはちょっとネガティブサプライズな感じはしたかなというふうには思いますで前回まででもうすでに右肩下がりで下がっているものがその今回の指標プラスするとさらに右肩下がりになっちゃってるのでうんちょっと と警戒しておいた方がいいかなとは思うんですよねただ、総合 PMI で若干低下してるぐらいなんで、多分市場の反応としてはそんなにマイナスに反応してないんだと思うんです。ただ、製造業というのは川上にあって先行性示しますから、そこは警戒度をちょっと上げておくぐらいではあるんですけども、ただ、総合 PMI に関しましては若干の低下。サービス部門とか、あとここで見ると、販売価格指数が高水準であるっていうところから、ソフトランディング期待なものみたいなものの方が上 上回っているんだろうなぁなんていう風な感覚は持っておりますただもう1個気になったのはロイターの方の記事ではインフレ加速の可能性も示唆ということでこれも利下げ期待を 高めるのででで株価にととっててはは決してマイナスいいうわけではないんですけなんすどもただインフレ加速してしまうとねちょっとまた景気大丈夫かって話にもなってきますのでそこも注意して見ていきたいと思います発表時刻が22時45分だったんですけど株価の反応としましてはほぼフラットに反応してるなというふうに思いましたで為替が上に反応してることから、まあ、おそらく利下げをめぐっての思惑がちょっと変動したのかなというふうに思いますが結果的には発表時よりも円高に推移してるということで ちょっっと読みづらいい展開になっていますよねで日本株どうなりそうかっていうところなんですが CME の日経先物の,の推移を見てみるとこんな形になってますちなみに9時から15時に黄色い線がついてますが球場で動いていないのであまり参考になりません比較しているのはおそらく金曜日の終値と比較しているということで,で CME なので CFD とはまあ200円ちょっとぐらい差があるかなといったところですなのでま500円以上は上がってきそうかなといった感じですでこのの動きを見ていた時に、まあ、今日のドル円とは 非常にに相関性があるなというふうに思いうう思ました、まあ、これはもうずっと言われていることですけども円高一幅円安修正が起これば起こるほど、まあ、日本株もちょっと戻しを試しに行く局面になるだろうなというふうには思うんですがドル円の冷やしチャートを見るとまあちょうど基準線では抑えられているところかなというふうには思いますので、まあ、ここから円安が進むのかどうかというのはしっかりと見ておきたいところです。でそののの鍵を握るのがやはり年内の アメリカの金利がどうなりそうかっていうのになると思うんですけど先日発表されました12月 FOMC ドットチャートの中央値は4.375なんですねで今表示しているのは FedWatch 市場予想に関して12月 FOMC 時点での政策金利予想っていうのを出していますでそれで見ると、まあ、4.375FOMC のメンバーたちの予想は4.375なので一番右側のグラフになると思うんですよでも市場予想ははそれはしかり 込んでいなくさらにもう一段下の4から4.25になる確率が50%さらに 3.75から4%になる確率が26.6%ということで市場層は未だもう少し大きな利下げを期待していると言いますかそっちに折り込みがまだかかっている状態市場はそっちを折り込んでいるので思ったよりも円安に修正されていないけどもダットチャートは4.375なのでこれがどう変わってくるかっていうところが為替市場には影響してきそうかなとは思いますで為替だけで動いているわけではないので日経平均株価見ていく必要があるわけなんですが CFD で591 とということになってますで先週はですね、特に木金なんかは予想を大きく超える上昇を見せたりとか、あと要線をつけたりとかしていますので、徐々に日本株に関しましても何か見方が変わってきている感じはあると思うんですね。ただ、連休明けや月末の週っていうところもありますので、まあ、ローソク足陽線をつけるかっていうところや、今のところは上限下限のレンジ、この白い線で一応見ているんですけども、過去のレンジもあるので、まあ、39,080円とかを超えてくるとかなり 強い日本株という感覚は持ちますが、まあ、今のところ上値の抵抗目安というのが3万9000円前後にあるのかなというふうには思っています。 おりますということで今日の動画のまとめです。米株小幅高、景気軟着陸期待が支え、利益確定、売りもこなしつつ、要人発言もいくつかあったんですが、どちらかというと多分、差えになっている側面の方が多いように思いました。欧米では PMI が発表されまして、予想割れが極端に多かったんですね。ちょっと予想自体が楽観によりすぎていたのかなって感じはするんですけども、そしてアメリカでは、 製造業の PMI、前回も超えられないっていうのは、ちょっとね、なんかストーリーとは違うのかなというふうに思ったんですよね。株価は総合 PMI やサービス部門の上振れなんかも見てますので、反応がそんなになかったんですけど、そしてインフレ加速の可能性もあるので、まあ、そこも含めてね、金利の予想とかが結構入り乱れてるなというふうに思います。この辺いろいろ整理しながら見ていきたいなというふうに思いますし、今後も予想は随分ブレそうだっていう感覚はぜひ持っておいていただきたいなというふうに思いました。 日経平均先物に関しましては、ノルウェンの、ね、日中の動きには相関しているなというふうには思いました。そしてフェドウォッチで年内の利下げ予想を見ていたんですけども、あと0.75%っていうのは、 ドットチャートではあと0.5%の予想だったのでちょっとズレがありますよね。フェドウォッチの方を折り込もうとすれば円高に振れるし、ドットチャートの方を折り込もうとすれば円安に修正されるしっていう状態だと思うんですよ。どっち向きそうかっていうのはね、今後の経済指標によっても変わってきそうだし、要人発言によっても変わってきそうですね。3連休明けで予想と違う動きになりやすい傾向が、木、金と続きましたね。でもも線、まあ、線続きだっった日経平均も要線をつけるようになって きたっていうところなのでまあ、連休明け何が起こるかわからないなというふうに思いますから日経平均先物500円以上のプラスを示していますがしっかりと今日つけるローソク足であるとか方向性まあ、レンジの中でどこに位置しているのかその辺確認していきたいなというふうに思っておりますそれでは指数の売買戦略冷やしの一目金庫表とマックディを使ってみていきたいと思います はい。では、終わり値を確認していきたいと思います。アメリカ主要指数ですが、小幅なプラスは維持している。そんなに大きな動きにはなってません。c m e の日経先も391円もそこまで大きくは動いていない。為替は143円の54銭という感じになってきています。ビックスや長期金利もそんなに変わってないですね。ラッセルは下落、ソックスはプラスというのも大きな変化ではないと。 いいい、いいうう。形です。指数見見ててききまましょうはいま、ず日経株価から見ていきたいと思います。で、思えばですが、水木金でギャップアップが2回続いていて窓を開けてると思うんですよね。で、窓を開けてる状態から今日500円以上上がるということになると、もう1回窓を開けることになって、それって3区になるので、まあ、1。 さんの反転みたいなものは警戒しておいた方がいいのかなというふうには思いますまた先ほどの動画の中ではレンジを指摘しましたけども、まあ、上値抵抗というよりはま前回高値ここを超えてくればもちろん上昇トレンドの形にはなるということなんですがまあ、だいぶ意識はされる値になると思うのでう強い材料ファンダメンタルズがなければ厳しいのかなというふうには思いますけどもどうでしょうしっかり見ていきたいと思いますトピックス見ていきますトピックスに関しましてはローソク足が日経平均とは違うんです ですがただ基準線の上である雲の上であるマックリアゴールデンクロスが出ている、えー、地高スパンで売りサインは出ていないというところからまあ、ほぼほぼ同じような見方でいいんだと思いますグロース250指数こちらはですね金曜日時点でダブルトップのネックラインを超えてきているので純粋に高値を超えてくるとね非常に強い動きになるんじゃないかなというふうには見ておりますニューヨークダウ見ていきましょうこちらは高値更新ということになりましたねただ昨日も見ていきましたがこれがちょうどチャネルのセンターラインにあって、まあ、抵抗する可能性 可能性はゼロじゃないというところやちょうど雲のねじれ、まあ、ねじれといっても2回ね,こうねじれが発生して、そして元の状態に戻っただけなのでそんなに右いなくてもいいのかなというふうに思うんですが一応、警戒ポイントにはいるというところですよね。 サード P500 も高値更新はできているが、ザラバ高値は更新できなかったというところでしょうか。やっぱりまあ利益確定も売りもこなしながらという感じが続いているんだと思います。ナスダックに関しましては陰線ですね。主要指数の中ではちょっと一番まだね、上値の重たさが目立つかなといった印象はありますけども、ただまあ状態として悪くなったという感じでもないですね。ラッセル2000なんですが、こちらは陰線続きですね。こっちがちょっと心配ではありますけども、早めにね、この辺の高値を超えてくると見方が がポジティブに変えられるのでぜひ期待したいところではありますね はい。ということで今日は、まあ、PMI を中心に見ていきました。重要度が中であることや、まあ、全体的に利下げの局面であるっていう側面と、あと景気大丈夫かっていう側面、両方見ていかなきゃいけないので、ちょっと楽観的になりすぎてるような感覚もあるんですが、まあ、って言っても、ま、小幅高なんで、今のところは様子見せるのが強い、重要度の高い経済指標を引き続きに、ね、しっかりとチェックしていく必要はありそうだっていう感覚で見ていきましょう。明日もよろしくお願いします。では今日もお知らせをお寄せさせてください。個別銘柄男とことん分析するマガジンですが、 毎週金曜日更新で分析記事をアップしております先週の記事に関しましては最新指標の注目銘柄を指標自体は新しいやり方で分析してみたのでそうするとちょっと違った形でね銘柄発掘ができたのかなというふうに思いますし今の投資方針に合ってる銘柄っていうのをちょっと選択してるのでよかったらぜひチェックをしておいてくださいまた私の2冊目の書籍のガチソクファイヤーという書籍が a m Amazon a オーディブル音声読書で聞けて、音声読書の a m Amazon a オーディブルが2ヶ月無料キャンペーンをやっているので、せっかくなので、まだ聞いたことがない方いたら、音声読書で月速ファイヤー聞いてみていただきたいなというふうに思います。え概要欄にはオーディブルの URL、ノートの URL ありますので、それぞれチェックしていただければ嬉しいなというふうに思います。それでは、今日もこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で、朝7時も今日頑張って更新していきますので、明日も聞いていただける方は、ぜひ毎日チャート分析、チャンネル、チャンネル登録をよろしく お願いいたしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。